皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。天の摂理の完成、人類歴史の完成である天苑宮天一正殿の入宮式が準備されている中、皆の決意を一つに集め勝利を決意するための天苑宮天一正殿入宮勝利決意週間が実施されます。今週は勝利決意週間に行われる主要行事のご案内とともに、世界の天一国宣教現場のニュースをお伝えいたします。天苑宮天一正殿入宮勝利決意週間記念行事が、天暦7月17日から22日までチョンシム平和ワールドセンターと天苑団地一帯で行われます。天の摂理の完成、人類歴史の完成である天苑宮天一正殿入宮式勝利のための決意と決断、誠の父母論教育と誠の父母様の生涯の業績の紹介のための記念行事は、全世界の祝福家庭に正しい摂理観を共有し、ために生きる誠の愛の実践的生活にまでつなげることにより、家庭連合の復興と発展をもたらす尊い時間として準備されています。天苑宮天一正殿入宮勝利決意週間の主要行事についてご案内いたします。天苑宮天一正殿入宮勝利決意大会がチョンシム平和ワールドセンターおよびオンラインで開催されます。全世界の祝福家庭とシックたちがオンオフラインで参加し、天苑宮天一正殿入宮勝利のための決意を固めるでしょう。第1111回天心苑特別徹夜生成がチョンシム平和ワールドセンターおよびオンラインを通じて行われます。天に向かうヒョジョンの生成の基盤の上に、世界中のシックが一つになる時間になるでしょう。天中尊は12周年記念ヒョジョン天宝特別大薬事が2泊3日間 HJ 天中天宝修練園で行われます。今回の大薬事は天智神誠の父母様が下さる天運と天福を相続する時間となるでしょう。天暦7月17日午前8時、天智尊は12周年記念本教園参拝式が天務院を中心に天一国指導者たちが参加する中で行われます。また同日、追悼黙祷が各国教会の正殿と各所で午前8時、午後12時、午後6時、現地時間に合わせて3回実施されます。天中尊は12周年記念天一国敬礼記念式が世界の各教会の正殿において厳かに執り行われます。天一国誠の父母論説教大会が HJ 天中天宝修練園で開催されます。今回の説教大会は各大陸の代表説教者たちが参加し、発表は英語で行われます。キリスト教圏復帰のための新韓国牧会者誠の父母論講義大会が、誠の父母論の5つのテーマを中心に実施されます。今回の大会は県域予選と大県域予選代表コンテストを経て最終優勝者を選抜します。天一国安着時代にふさわしい賛美文化を作るための天一国賛美大会が、勝利と決意の賛美、父母様と一つになる天一国のハーモニーというテーマでヒョジョン文和園文和ホールで開催されます。また天苑団地聖地巡礼が行われます。誠の父母様が聖聖で備えてくださった HJ 天苑で、天の父母様の愛を体験する恵みの時間となるでしょう。天一国13年天苑宮天一正殿入宮式の大勝利のための決意週間記念行事に、皆様の多くのご参加をお願いいたします。天の父母様の環境圏を広げるために前進している天一国宣教現場のニュースをお伝えいたします。
夏休みを迎え、新ヨーロッパの青年たちが南北統一祈願新城総督聖地巡礼に参加しました。誠の父母様の創創記の聖誓が込められた現本部教会と天使国大使館を巡礼し、父母様の新城を相続し、設立の完成のために動産する決意を固める時間となりました。青年第一次天運相続天神修練会が2泊3日間行われました。天神修練会は家庭連合に入教した新規シックを対象に教会定着プログラムとして運営されており、青年シックの参加率を高めるため週末の日程で新設されました。ファンボク教会長は開会の辞で誠の父母様の業績を明かし、2泊3日間さまざまなプログラムに参加し、心霊と心理で信仰を確立する時間となりました。新韓国 UPF はセジョン研究所のチョン・ソン・ジャン韓半島戦略センター長を招請し、朝鮮半島の平和のためになぜ南北の核のバランスが必要なのかというテーマで第26回新韓国フォーラムを開催しました。次第講演に先立ち、ヤン・チャンシク議長は朝鮮半島の平和と統一を成し遂げるために将来訪れるであろうその時に備えるべきであると強調し、新統一韓国のビジョンに意識のある国民の自発的かつ積極的な参加を促しました。チョン・ソン・ジャンセンター長はいかに朝鮮半島の平和と安定の新しい時代が開かれるかについて講演を行い、有意義な研究発表と議論が繰り広げられました。朝鮮半島の平和と新統一韓国を成し遂げるために宗教人たちが心を一つにして祈る超宗教祈祷会が天一国大使館で行われました。天一国大使館館長を兼任するイヒョニョン韓国宗教協議会会長は、一緒に新統一韓国のために進みましょうと呼びかけ、宗教指導者たちが宗教を超えて一つになろうと強調しました。天一国大使館館長から離任したファンボク新韓国教会長は、宗教がこの国の精神を導いて祖国統一に先駆けなければならないと宗教人たちを激励しました。行事に参加した宗教人たちは、政治・宗教の基準を正しく立てる天一国大使館になることを祈願しました。世界平和武道連合主催でソンジュ家庭教会でテグ・キョンブクソンジュ・セドウォン看板上敬式を行いました。参加者たちは誠の父母様が願う美女を成し遂げるソンジュ・セドウォンになることを祈願しました。大韓統一武道協会主催で2024年後半期韓国統一武道イルウォンド夏季キャンプを1泊2日間開催しました。ムンピョンレ会長は、天一国指導者として成長していくヒョジョンランとなることを呼びかけ、全国から集まった修練生たちは武道修練と天聖宮聖地巡礼を通じて心身を統一し、誠の父母様の願いを叶える公私公女になることを誓い合いました。新アメリカベイエリアでは在米中国人のための祝祭で、シャオ・メイリンアメリカ世界平和中華人連合会カリフォルニア支部長を中心に、結婚の価値というテーマで帰省祝福式を開催しました。また ACLC ニュージャージー支部は帰省祝福式を連合バプテスト教会で行いました。家庭連合期の慶応式を皮切りに始まったこの日の行事で、既婚聖職者5組が帰省祝福を受け、模範的な聖職者夫婦になることを約束しました。ニュージャージー家庭教会は、子どもと青年たちが教会に親しみを持てるよう楽しい行事を企画しました。子どものためのヒョジョンスポーツやゲーム、
若者のためのミュージックフェスティバルなど、ニュージャージー家庭教会は全ての世代を網羅する模範的なコミュニティになるよう努めています。フィリピンでヒョジョン天保特別行事を開催しました。天保活動を通じて誠のお母様から神霊と真理を相続しようというテーマで、三美薬事や先祖解怨などを通じて神霊が復活する時間を持ちました。新南米ブラジルでは2番目の教区巡回をサンパウロ1教区で行いました。1泊2日間行われた教区巡回でキムドンウ大陸会長は2025天苑宮天一聖殿入宮式を控え、昼夜を分かたず前進される誠のお母様の心情を伝え、ブラジルも伝道と祝福で奇跡の勝利を収めようと呼びかけました。また翌日行われた牧会者集会では、課題達成のための具体的な目標と方法が樹立され、未来世代の集会を通じて青年たちがピュアウォーターとして成長できるよう促しました。コンゴ民主共和国中央コンゴ地域では167人が参加する中、祝福祝祭を開催しました。42層を対象に行われた帰省祝福式で、ルコンボ牧師は誠の父母様の御言葉に従って誠の愛と誠の結婚の価値について講演し、夫婦間の和合を強調しました。また新トップガンの青年たちがマタディー市所在の10カ所の大学を巡回し講演を行っています。特に8月7日から11日まで3つの大学を訪問し、学生たちに誠の父母様の教えを伝えました。講演者たちは生徒たちに現在世界が直面している危機と天一国市民養成の重要性を強調し、8月24日に開かれる学生集会につながる7日セミナーへの参加を進めました。今回の大学巡回講演を通じて、多くの学生たちが誠のお母様のビジョンに共感しました。新ヨーロッパ中東の35カ国から約200人の青年たちが参加した HJ 青年聖地巡礼2024が韓国で行われています。21日間の聖地巡礼は青年たちの人生を変化させ、信仰を成熟させようという趣旨で設けられました。文人と文園長は美しい庭園で青年たちが誠のお母様と一つになり、神霊と真理で成長できるよう最善を尽くしていると伝えました。ククソン・カポネイタリア会長は、ソン・ヨンチョン世界宣教本部長夫妻との出会い、松田会長の講演などさまざまなプログラムが進められており、誠のお母様との出会いを準備していると報告しました。誠のお母様は6000年を経て初めて天の父母様を実体的に地上にお迎えすることのできる勝利のひと日を迎えられるため、唇が荒れ足が腫れ上がり立っていることさえも困難な中でも休むことなく前進していらっしゃいます。今や天苑宮天一聖殿入宮式までわずか8ヶ月を残す今、私たちは誠の父母様と完全に一つとなり、天の父母様の夢、誠の父母様の願いを果たすため固く決意を固め、勝利に向かって前進していくことを願います。それではまた来週お会いしましょう。